第9回ミケサビレディオ、はい、始めました。ミケサビレディオ、私がミケです。私がサビです。ミケサビレディオでは動物に関する気になるニュースを紹介しています。まずはフリートークのコーナー。はい。今回のトークテーマは、はい。マイブーム。マイブームです。はい。はい。何かありますか。私はピアス。ピアス？ピアス。何、耳ってことやね。うん、そう。ボディは開けてないんで。なんかもともとピアスは耳に開いてたんだけど、うん、結構の間もう開けて、新しい穴を開けることはなくて、うん、で最近久しぶりに開けて、うん、なんかまた久しぶりに、うん、また久しぶりになんか開けたい欲がすごい出てきてて、うん、あとなんかいろんなピアスも欲しいなって思い始めたから、うん、割と前、今の本当にマイブーム探してるってこと、うん、形とか長さとかどういうこと。そうそうそう、いっぱい穴開けたいなっていう気持ちあるのと、うん、新しいピアス、うん、いっぱい欲しい、うん、あ、そういうことね。そうそうそう、なるほどね。僕はね、ドラクエウォークっていう、うん、ドラゴンクエストのウォーカーズかな、ウォークみたいなアプリね。そう、ゲームのアプリです。めっちゃしてるもんね。うん、多分ポケモン GO とかああいう感じのゲームで、もう基本アプリは裏でついてるっていうぐらいやってる。なんか今イベントがあって、その、まあ、ランキング、全国ランキングみたいなのを競ってて、うん、今全国で1万人には入ってて、1000人を今ちょっともう目指してもう特訓っていうか、もういろんなところをタップしまくってガチ、そう、ポイントを稼ぎまくってるって。無課金でほぼ。結構前からやってるよね。まあ、一応ね、あの最初からやってるよ。アプリが出た時からね。そう、うんうん、リリースされた時ね。そう、リリースされた時にやってたんやけど、まあ途中やってない期間もあったけど、うん、まあまあほぼほぼやってる。最近はね、結構頑張ってるもんね。うん、そう、頑張ってる。まだやってる人いるかね。結構どうなの、な、まあ、CM とかね、バリバリやってるから。うん。なんか最初はさ、やっぱりすごい盛り上がってたイメージあるけど、うんうんうん、やっぱそういうのってだんだんみんなやめてったりとかあるからさ、うんうん、今続けてる人ってもなかなかガチ勢か、うんうん、なんかドラクエめっちゃ好きか世代的に多分結構上の人が多分多いと思うね。あ、うん、そんな感じかな。まあ今のマイブームはそれが、うん、まあ今のって言ったらおかしいかもしれないけど、もうずっとマイブーム僕に関してはそうだね、うん、っていう感じです。はい、はい、それでは本日の一つ目のニュースを紹介します。猫が水を飲む前に床を掘るような仕草をするのはなぜ。すべての猫に当てはまるわけではないが、水を飲む前に水の容器の周りをカリカリと前足で掘るような仕草をする猫がいる。ここで紹介している動画では黒猫がグラスやマグカップに入った水を飲むたびに、まるでダンスをしているかのように床をホリホリしている。動画のコメント欄には、うちの猫も同じことをするよという声があり、一定数の猫に共通する行動のようだ。しかし、そもそもなぜそんな不必要に見えることを水を飲むたびにするのだろうか。専門家の見解としては、猫が水を飲む前に床をこする理由は3つある。1つ目は猫の本能的な行動で、例えばトイレに行くと、排泄物を
砂をかけるのと似ており、排泄物に砂をかけるのと似ており、埋めて隠したいという気持ちが水を飲んだり餌を食べる時にも現れると考えられる。二つ目の理由は、猫は不快な気持ちの時にそうした掘って埋めるような仕草をすることがある。その水が汚れてまずい、あるいは水の容器にヒゲが当たって飲みにくい、置いてある場所が気に入らないなどの原因が隠れているかもしれない。多くの猫は餌ボールのすぐ隣に水を置かれるのを嫌うようだ。こまめに水を変え、試しに容器や場所を変えてみて反応の違いを確認しているのもいいかもしれない。最後の理由として考えられるのは、単に猫が好奇心からやっているという可能性も否定できない。好奇心旺盛な猫や子猫は特に水そのものや透明なガラス製の容器を面白いと感じることがある。理由は様々だが、もし飼い猫が水をこぼすトラブルがある場合は、ヒゲが当たらない容器に変えたり、下にペットシーツを敷くなどの対策が求められる。これから暑くなるので、猫も水分補給が大事になるため、ストレスなく水を飲める工夫をしてあげるといいだろう。とのことです。はい。はい、うん。ね、これどれぐらいの、猫はしてるんだろうね。うん、まあ、うちの猫では見たことはないです。ない、うん、私たちがね飲んでるコップとかはこう、うん、いじったりとか中に手入れたりとかはするときはあるけど、うん、自分のね器はしないよね。うんうんうん、基本的にはしないね。うん、しないよね。会話がいつも成立する。まあでもほとんどのやっぱ人は基本その食べる食器の横に大体その猫の、飲み物かは絶対あるもんね。うん、うん、そんな別々の場所に置くことはないよね。うん、うん、だから基本的には遠くに置いてみるのもいいってことやな。うん、うん、まあそういうのがあれば、うん、うちのちょっと猫の場合は分からない。でもその今水がさちょっと自動にさ出るやつみたいな、うんうんうん、一生ろ過してくれるみたいな、うん、あれそうそう、あれちょっと欲しいなって思ってねな、うん、多分コンセントからあれもねああいうコンセントから取ってやるってことやろ。うん、でそれやったら食べるところと水飲む場所が別でいいかなっていうのもあるけど、うん、3,000 円ぐらいで多分ね買えるやんね、うん、ちょうどこの前、うん、ご飯ね買いに行った時にね、うん、でもまあストレスっていうのもあるかもしれんけど、もううちの猫はまあ、ね、基本的にそれをすることがない、うんうん、のでまあもしかしたらストレスはないのかもしれない。猫っていろいろ不思議な行動とかあるよね。うん、うん、これってどういう意味なんだろうとか、うん、なんか最近なんか流れてきたやつだったらなんか目の前で倒れるのはなぜみたいな、あ飼い主の、うん、みたいなのもなんかちょっと回ってきてたけど、まあ甘えてるっていう感じのコメントが多かったけど、うんうんうん、そうだね、大体まあそれ多いやんな。うん、なんかあるかな不思議な行動。不思議な行動、うん、なんやろ、まあでも大体なんか解明されてるっていうかそうかもしれないっていうのも多いもんな、うん、それこそ座りながら歩くとかさお尻歩きね、うんうん、あれはまあもう解明されてるっていうか確かになあれやもんね、うん、うんちはいとかね、うんなんかいろいろ仕草ではないけど、うん、調べてみたらもしかしたらあるかもしれないね、うん、そういう不思議な猫の不思議な行動みたいな、うんうん、まあ
不思議、まあ面白いとかな、袋に突撃しに行くとかさ、袋の中とか、ね、うん、でもある意味あれも不思議な行動なんじゃない？朝、うんうん、あ、まあその袋のさやつに突撃してもぐもぐ潜り潜りするやつとかさあれはな面白い。確かに。あとほらあの不思議じゃないか分からんけどさ、朝さいつもさ起きて5時とかさ、うん、6時ぐらいにさこう布団のこうカリカリしてさあの中にこう入ってこようとするっていうのが毎日最近続いてるやんか。なんか一応さルーティーンがあるよね。うんうん、猫の朝のルーティーンみたいな。 それはある。夜一緒に寝て、うん、夜中に気づいたらいなくなってて、うん、まあそういうどっかリビングとかいろんなところ他の部屋でめちゃめちゃ遊び回って疲れて窓の外を見て、うん、でそれに飽きたら帰ってきて布団の中に入れろってコス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 してきてで朝またパッて目が覚めたらもうおらんくて窓見てて外見てっていう大体そうや。うちの猫のあるルーティンだね。うん、うん、そういう感じのも多いもんな、うん、一生なんかおこあの入れてアピールしてくもんな、うん、そうだね、うん、いや冬やからさ寒いんかなと思ってやってたと思ったけどなんかそうじゃないっぽいもんね最近は、うん、あ結構あったかくなってきたから来ないかなと思いきや意外と来るもんね、うん、意外とやっぱ夏とかでもなんだろうその寝てる時の、うん、あのお腹の上にいるやつとか、うんうんうん、夏でもそれ変わんないじゃん、うんうん、多分まあ頻度は減るかもしれないけど、うん、早めにちょっとどっか行くとかはあるかもしれないけど、うん、でも結構それはあんま気温で変わんないのかもっては思った。甘えてるだけってこと？ちゃんと、うん、なんかお腹の上にいるの好きだよね、うん、水はまあもう首の下ぐらいやけど鎖骨ら辺に来るっていうか窒息するんじゃないかなっていうぐらい、うんうん、もうなんかほぼ首の上にあの体全体重かかってんのかなっていうぐらい、うん、猫マフラーやもんなちゃんと暑いし苦しいよね、うん、こっちはそう。でもこう寝るときに上向きで寝られへんから。ああそうね。そうそうされた時にまあ寝もう究極に眠たいってなったら、うん、もうそのまま寝ちゃうけど、うん、その時にもう 上向きで寝るといびきをかいちゃうから、うん、こうなんて言うやろそのうるささで、うん、どっか行くそうどっかに行くっていうのもあるよね。深いすぎて、ね、割と仰向けで寝るから、うん、来るかも。そうやんね、うん、そっちに行くことが結構多いやんな、うんうん、まあなんかそういうちょっと話がそれたけど、うん、まあそういう、まあ、水を飲む前に容器をカリカリする猫もいると。まあ動画もねなんかあるっぽいんで、うん、ちょっとその黒猫、ん？黒い猫の動画っていうのはちょっと見つけれんかったけど、なんか検索した感じだと、うん、なんか 床もそうかもしれないけどその器を撫でてたりとか、うん、中に手突っ込んでたりとか、なんかそういう動画が結構出てきたから、うんうんうん、そのなんか水の容器の周辺、うん、容器も含め周辺をこう手でカキカキしてるっていう仕草のことについてっていうニュースかなって感じでした。うんうん、なるほどね、うん、はい。では続いて、2つ目のニュースです。ラッコの水槽に iPhone を落としてしまい、ラッコにより徹底的に、叩き割られる。ポルトガルにあるリスボン水族館で観光客がラッコの水槽に iPhone を落としてしまうという出来事がありました。リスボン水族館は人気の観光地であるため、この出来事は複数の観光客によって撮影され話題になっています。この日に訪れていた観光客の一人であるジョエル・ガンツさんによると、男の子がラッコの水槽に iPhone を落としてしまったそうで、
ラッコは iPhone を見つけるとそれを大事そうに抱え、飼育水槽の岩場に移動すると iPhone を叩き始めました。男の子と一緒に来ていた女性がラッコに返すよう求めるジェスチャーをしながら必死に叫び続けましたが、ラッコはお構いなしに岩に打ち続けていたそうだ。専門家によるとおそらくラッコは iPhone を貝殻か何かと勘違いしてそれを叩き終わろうとしていたかもしれないとのこと。ジョエルさんは館内を1時間見回って、再びラッコの水槽に戻るとラッコはまだ iPhone を持っていたそうです。ラッコが、怪我をしたかどうかについては明らかに、なっていません。硬いカニや尖ったウニ、鋭利な、貝なども割って食べるのでどうやら怪我には至らなかったそうです。で、ネットではこのラッコはアンドロイドのファンかもしれないと話題になっているとのことです。これ動画めっちゃ面白いの、はい、最初見た時すごい衝撃で、うん、本当になんか本当恨みでもあるのかなっていう勢いで叩きつけてて、その言うならばその持ったスマホを普通やったら貝殻を持ってて貝殻同士をなんか叩いてるイメージやんか。お腹に貝を置いておいて、そうそうそう、で、ね、うん、でカンカンカンってやってるけどそれじゃないってこと、うん、貝なんかこう周りにあるこう岩、うん、にこうなんか正面からこう両手でガンガンガンみたいな打ちつけてて、それはもう手は両手で持ってるってこと。そう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 、いやずっとそれ叩き続けてたんやな、うん、じゃあ貝と完全に貝と間違ってるっていうか、うん、色とか形とかあんま認識できひんもんなんかな。あー確かにどうなんだろうね、まあ、重さとかもね、うん、大体でも一緒なんちゃう。 iPhone とか重くない？やっぱ貝とかに比べたら、うん、ね、これで届けてくれたらめっちゃ感動エピソードだったのにさ、うん、あの前の像のやつみたいな、ね、うん、叩き割るっていうボコボコにするってことだよな、まあ、水にも強いし衝撃にも iPhone 強いから、うん、強いけど、うん、ちょっとあれは耐えれなかったはず、うん、その後その iPhone がどうなったか気になるやんな、うん、結局回収してさ、うんうんうん、ボロボロじゃなかったんやったらさ、うん、iPhone すげえって、まあ、iPhone の強さが証明されるけどね、うんうん、本当に必死になってな、うん、あのそのジェスチャーとかしたとしてもね、うん、もう分からんもんな絶対その動物からしたらね。お腹空いてた可能性もあるしね、あご飯だって思ったかもしれないし、うんうん、全然割って割られへんし食べられへんしって言って余計ストレス溜まりそうやもんな、うん、ね、なんか危なそうだからね、あんまり砕かれちゃったら、うん、早く回収しないとって感じではあるけど、うん、そうだよね、万が一ちゃんと割れちゃってさ、そうそう、中の機械だからさ、口に食べちゃった入れちゃったとかやったらな、そうそう危ないよね、大変やんな、うん、うん、ね、まあ、そういう結構面白いのってね動物あるもんね、うん、スマホとかなその落ちやすいっていうかさ撮ってたら、うん、うっかり手が滑ってポチャンなんか結構あるやろうからね。結構動物園とか、うん、そういう水族館でもこう開けてる、ね、うん、エリアとかがやっぱあったり ね、うん、するから、うん、そういうのでやっぱ生き物にこう害があるようなものとか入っちゃうのはちょっと危ないかなって思うよね、うんうん、まあ、フラッシュとかね禁止やったりとかさ、うんうんうん、結構ね、あったりするもんね、そういうのって、うん、ね、なかなかそういうね場面に直面することなんて、まあ、めったに、うんうん、ないけどね、だいたいそういうまああるっちゃあるか、ペンギンとかねとかのコーナーとかやったら意外とこう、ね、手の届くところね、もうなんか触れるじゃん、ね、みたいな距離感のね、うん、とことかあったりするよね、うんうん、ああいうところに落としたりすると危ない、うん、とかね、高さあるところとか自分で取れない
ぐらいの位置とかだと危ない、うん、それこそ上から落ちたら、うん、ね、当たっちゃったりとかしたら、お猿さんコーナーとかな、結構そうそうそうその開けてて、うん、だいたい高さあるっていうイメージやもんね、うんうん、そうだよね、ああいうところで落ちたりしたらもうかなり危険やし、めっちゃ持っていきそうやもんな、うん、持っていきそう、うん、そうそう、それこそまあその京都でさ、うん、モンキーパークやったっけ、うん、前に行った、ね、そう行った時とかさ、まああれは全然スマホとかじゃないけどさ、うん、あの嵐山、京都の嵐山のモンキーパークってところでちょっとこう歩いて20分ぐらいかけて山の山頂まで行くと、まあ、お猿がいっぱいおるんやけど、うん、あそこで、まあ、餌をあげれるみたいなさ、うん、感じでリンゴと何だったかな、なんかもう落花生かをあげれるって言って、まあ、そのエリアの近くかに行くと、まあ、檻みたい、まあ、人間が檻の中に入ってるみたいな状態になって、で、その外から、そう、あの、餌を提供していくみたいな感じやけど、うん、もうめっちゃ来るもんな、うん。で、大きいのからさ、ちっちゃいのまでおってさ、そうね。で、ちっちゃいさ、あの、やつとか、もう周りをキョロキョロしながらさ、うん、でかいやつが、早くもう来るから早く渡して、みたいなさ。上下関係がすごいんだよね。そうそう、うん。とか、ああいうのとかもさ、あの、うん、ね、さすがにそのモラル的にさ、うん、ああいう食べ物以外のものを渡すとかはさ、うんうん、ないやろうけどさ、うんうん、ああいうのは結構面白いよね。そうだね、うん、だからあの、お猿さんとかさ、なんていうん、あの、でっかいやつとかにみんなあげようとしてなかったもんね、なんかね。うん、ちっちゃいやつにどうしても、うん。ご飯あげたいみたいな感じで大きいやつ来るけどなんか待機してそうそうあげないみたいなね、そうそう、ちっちゃい子供の猿にみんなリンゴとかあげたくて、うん、あれはでも可愛かったな、うん、可愛かった、うん、まあそんな感じやったね、まあそれはまあ全然このラッコの iPhone の話とはね関係ないじゃないけど、あれはもうなんかエリアが分かれてるとかじゃなくて、もう本当に開けてる山に猿がいて、うん、そこに自分たちが入ってくっていう感じやから、なんかね、なんだろう、まあ、近づきすぎちゃダメとかそういうルールとか結構決まってて、うん、あれだけど、ね、それこそ、まあ、なんだろう、監視してる、まあね、飼育してる方々が結構何人か厳しめに見てる感じだったから、うん、そのなんか不要物とか危険物とかは、うん、まあ、なんだろう、害が猿に出ないように見られてる、しっかりされてるなって感じだったけど、うん、やっぱ危ないよね、そういうのが守られてるからこそ、うん、なんかできる、まあ、なんていうの、観光の場所だなっては思った、うん、うんうんうん、ね、うんうん、はい、はい、ということです。では、私たちは Twitter、TikTok も、やってます、概要欄に載せてるのでぜひチェックしてください。そして皆さんからのお便りも募集しています。質問やこんな企画してほしいなど何でも OK です。メールアドレスは 0707.sui@gmail.com です。もちろん YouTube でのコメントでも、大丈夫なのでたくさん送っていただければ嬉しいです。お待ちしています。最後までご視聴していただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回のミキサビレディオでお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。